ミサイルさん、何それ？豆腐の食べ方が斬新。おお、面白いね。あれ豆腐に指そうや、それ食べようか。めっちゃ上手に食べるよ。え？いつの間にかフォークの使い方覚えた。どんどん食べる。小肌は難しいよね。小肌はね、そんなぐちぐちやるために毒が効けてね。だっせアボカドは難しいでしょ。アボカドはね、こうやってね、上からピッて刺してピッて寝かせるの。そうするとポッと食べれる。ピュッて刺してピッて寝かせるの。こうやってね、ピッて刺してピッて寝かせるの。そうすると食べれますよ。豆腐もピッて刺したら豆腐はそのまま食えるね。そうそうすごいんじゃない？覚えたね。そうそう、ちょっとピッて刺してキュッて、ピッて刺してキュッて、あれキュッ、そうそう、ピッてやってキュッ、そうそう、でも、その動きはいいね。すごいすごいね。感動しすぎて、キュッて、そうどうしたドヤ顔を。お、すごい、すごい。なんかどうやって食べたらいいかが分かってきたね。ちょっと口に。これ？中のこれも食べる？父さんインスタントラーメンだよ。アヒノメっていう味の素とか出してるブラジル製のインスタントラーメンとか食べます？ちょっとどうかなこれ。一本だけみたいな。ふふじゃん。自分でフフして。そうそこまで熱くないと思う。どうだった？おいしかった？ちょっと味が強いから上手。